昨日デビューメンバーに選んでいただいて、まだこれが本当に現実なのかっていうのが信じられないというか、実感も全く湧いてなくて、スマホ見て、あ、やっぱりなんか夢じゃなかったなと思って、嬉しいけど、でもなんかまだどこかふわふわしてるような。でも今日こうやって衣装を着て、なんか本格的な撮影を今しているんですが、アーティスト写真とか、ああいうちゃんと綺麗なこうセットでいい撮影をするために、すごいいろいろなことを前進していただけて、やっとこのグループに入ったんだなって実感が湧きました。ワクワクと楽しみが今入り混ざっています。緊張しました。でもちょっと実はいろんなアーティストさんとかの写真撮るのを見てきて勉強してきたので、ちょっと待ちだったんじゃないでしょうか。初めて大きいカメラで撮って緊張したんですけど、意外と楽しめたけど、これからもっとポーズとか表情とかを研究していけたいかなって思いました。撮るたんびに直しが入ったりとか、プロを感じました。アイドルになったんだなって実感が湧いてきました。たまにかっこいいのありますね。たまに今まで見てたのがやる側になるの、今でも信じられないです。普段メイクしないので、新しい自分に慣れてる感じがしてちょっと嬉しいです。ゼロから始まったプロジェクトで、まだ何者でもない私たちが皆さんとライブを通したり今後お会いできるっていう形で、すごく楽しみです。ポーズが難しい。どう動いたらいいかわからないし、日常生活でポーズを取ることなんかないから、ナビとか上手だから見てこうしようと思ったけど難しい。とにかくめっちゃいいよ。ね、なんでこんなレパートリーあるんだろう。次世代って感じの、ファッションも好きだしメイクも好きだし、とても楽しい時間になりました。他の子がやっている時とかにこういうポーズなのかなみたいな感じで自分で模索してみたりとかはしてたんですけど、アイドルとなったらたくさんの方がカメラを撮ると思うので、どんな角度でもきちっと決められるようにしていきたいです。デビューメンバーになれたんだなっていう気持ちが結構出てきていて、夢じゃなかったんだなっていうのをすごく感じて、気が引き締まる思いでいっぱいです。初めてプロのカメラマンの方に撮っていただいたので嬉しいです。いろんなポーズとかいろんな表情を作っていくのがとても楽しかったです。今までやったことないメイクで貴重な経験です。衣装みんな可愛いって言ってくれました。結構気に入ってます。今までのオーディション期間応援してくださってありがとうございました。私が今ここにいてこんな風に幸せな気持ちで今日を過ごしているのは本当に皆様のおかげです。これから返しきれないぐらいの感謝があるので、絶対に後悔させない、そして皆さんに愛をたくさんたくさん目いっぱい届けていくと思うので、私たちがデビューして応援してくださった皆さんに恩返しができるように精一杯頑張るので、ホワイトスコーピオンとしてメンバーと一緒にデビューまでに必ず成長してみせるので、これからも応援よろしくお願いします。私たちがホワイトスコーピオンです。ありがとうございます。
Impossible! Impossible! お願いします。今日の私のテーマは力がこう入りすぎちゃうので、緊張していても力を抜けるように頑張りたいなって思ってます。あげあげ先生にももうテンション上げ上げでって言われたので、どんどん上げ上げな感じで頑張ります。止まらないようにスムーズにレコーディングができるように最善を尽くしたいと思います。緊張してます。全然想像つかないって感じです。お風呂で歌うぐらいしました。楽しみます。いつもそんなに力強い感じがないので、今日はこの曲に合わせて力強く歌いたいなって思います。練習はしたんですけど、でも緊張しちゃって今日心配です。結構でもさっきボイストレーニングしていただいたので、はい、頑張ります。今回もこのマナゼスナイパーは歌ってきたので、自信のあるものを取れるのかなって思います。早くなっちゃってテンポがこう注意されないように、ちゃんと正確なリズムで歌いたいと思います。初めてのかぶせだったので不思議な気持ちでした。自分が歌ってる時に他のメンバーの歌声が聞こえてきて、終わり方とかちょっと歌い方とかを合わせるのが難し、最初難しかったんですけど、だんだんできるようになって、支えられたというか、自分の満足した歌を歌えるように頑張りたいと思います。映像も撮ってます。何急に、はい、チーズちょっとやったら、はい、チーズ OK。本日はありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。私たちホワイトスコーピオンでした。1名が新アイドルグループホワイトスコープ合格者発表会から1ヶ月ぐらい、受かったことのさ喜びをさ、やったーってできたのってちょっとの時間だよね。そのままだよね。そっからは、あ、頑張んなきゃ、必死に。そんなことしてたらすぐ来ちゃったよね、MV ね、ね。今日も一日頑張ります。お疲れモードの皆さんです。おはようございます。やっぱ一生残るものなので、もう後悔が一切ないように、常に全力を出し切る。顔も映ることが多いので、顔の表現をちゃんと繊細で、でもはっきりと最後までこのテンション感で居続けることです。じゃあ、コメントもらっていいかな。はい、ありがとうございます。踊りだったりとか、はい、表情だったりとか、自分で鏡見ていっぱい練習してきましたので、その成果が出せるように頑張ります。昨日教えていただいたことを全部出し切って、思い出して出し切って
最高の MV を作ります。昨日急に変わったところとか多分これから変わるところとかあると思うんですけど、集中して間違えないようにしたいです。これを見てファンになってくれたりする方もいらっしゃると思うので、自分の最善を尽くして皆さんに見て、ね、感動を与えたらなって思います。夢の中でミスっちゃう夢を見たので、ミスらないように自分らしさを出しつつメンバーと一緒に頑張っていきたいなって思います。毎回こう本番の時も気を抜かず最高のものをずっと出せるように頑張りたいと思います。このセットを初めて見るとなんか想像してたものよりすごいものが出来上がってて、なんか緊張してきたんですけど、練習してきた成果を出せるように頑張ります。でさっきちょっと一回歌ったんですけど、その場に立つと全然レッスンの時と緊張感が違くてパニックになっちゃうので、冷静に頑張りたいと思います。おはようございます。おはようございます。私たちホワイトスコーピオンです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。緊張しますね、思ったより始まるとでも楽しいです。めっちゃ楽しすぎてちょっとやばいです。幸せです。せーの。あ、戻る時があれなの、せーの。いいね、どうぞ。何回も同じのをやって、ちょっとでもダメなところがあったらもう一回みたいなのをレッスンでやっていて、その時のこととかも思い出しながらなんかやってて、結構ちょっと感動というか。お願いします。お願いします。お願いします。めっちゃかっこいいんだけど、どうしよう。301号室の夏さんです。301号室301お邪魔します。住み心地はどうですか？最高です。住み心地はどうですか？とても快適です。最高。よかったです。じゃあ次の部屋に行ってみましょう。これがさ、303号室のラビさんと青井さんです。住み心地はどうですか？最高ですね。落ち着きます。クッキーを食べてます。食べるなぁ。自分だけのポーズ。両手使おうね、両手使おう。カット。合宿とか審査の時の個人の戦いじゃないじゃん、うん、グループみんなで合わせなきゃいけないから、その自分のスキルとかじゃなくて、うん、合わせるダンスもしないといけないのが難しかったけど、できるようになりました。あ、みんなで、うん、なみちゃんとかのおかげです。あ、ね、教えるの女子の子、うん、合わせてくれたので、うん、みんなで合うようになった。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、2、4、5、6、7、8、止まる。かわいい。目線とかびっくりしたんだけど、顔の動かし方とかすごい見てて学ぶことが多いですね。これ声なき声、君なき僕、あ、僕なき I will love you. みたいなやつが4つ並んでて、その中でみんなで踊ってるとこ、やっぱりまたいで踊ったり難しくて、どうやって移動すればいいかとか、どうやってそんなものを使って踊るかっていうのをすごく考えて踊りました。好きなところは、あの仕切りで一人一人顔が抜かれるところが一番好きで。
な。なんだ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 。カンナカンパ。カンナちゃんはなんだかんだ頑張高校の赤い血を流して流して無意識君を探してさまよおおおおおおお踊るもう一度やり直せるなら告白しよう Give me chance, give me chance, baby。 そこは怖いですか？でも結構なんか広いからそうそう、うん、あ、落ち着きますね。寝れそう。上登りたかったんですよ、私。だから登れて嬉しいです。移動範囲とか手の範囲が限られているのでどう 手とか足回せばいいか分からなくてすごく大変でした。これが一番最初ですか？一番最初。やば。諦めてない。すごい。でしたよね、静かになるよ。全然違うよ、今と。ダンスレッスンも毎週あったからね。やっぱ撮影するときもさ、やっぱここの振りこう変えてとかさ、この振りやっぱこっちにしてっていうの結構あったじゃん。でもそれを読み込む速さがすごい速くなったなと思ってて、やっぱなんかそういうとこ成長できるんだなってめっちゃ思った。わかるね、なってたかも。ダンスがちょっと振りを覚えるのが遅くてすごく自分に鞭を打ちながら練習してきて、今日 MV 撮影の時にダンスを何度も踊って、踊れば踊るほど歌詞だったり気持ちがすごく乗ってきて、 MV 撮影の時にやっとこの眼差しスナイパーのダンスと一つになれた気がします。はい、カット。はい、じゃあこのアングルオッケーです。頑張ってます。あの机に置かれたね。めっちゃハードでしたね。涙出そう。何回踊ったんですか？もうわかんない、もうわかんない。50を超えたと。ゲスタルト崩壊、ゲスタルト崩壊を起こすレベルに当たりました。後であの集計しといてください。お願いします。頑張れ、行ってきます。すごい幸せなことっていうのも実感したし、応援してくださった皆さんに感謝の気持ちでまたいっぱいになりました。初めての MV 撮影で体力的に結構大変な面もあったんですけど、それ以上にすごい楽しさが勝ってすごく楽しい期間でした。50回近く踊って声もみんなで張り上げながら最高の作品ができたんじゃないかなと思います。やっぱり何回も撮っていくうちに表情とかいろいろどうしたらいいかっていうのがつかめ出して、自分の気持ちをどんどん乗せれるようになったことが楽しかったです。セットがシンプルで私たちの見どころをちゃんと演出できるようなセットだったので、一人一人のテンション感を合わせてみんなで最後に踊れたことがとても印象に残ってます。今日は最後セットがなくなって後ろだけになって広々使えてたので、なんか最後に開放って感じがしてすごい気持ちよく踊れて楽しかったです。年もそんな一番低いし、別にそんなできるわけでもなかったので自分でいいのかなっていうのはあったんですけど、このメンバーとか
のみんながこう支えてくれたので、それでテンションも上がって最高のパフォーマンスができたんじゃないかなと思います。初めてこの経験をさせていただいて、本当にたくさんの方々が携わってこの作品が出来上がってるということも分かったし、こう11人の中が前よりももっと深まったと思うので、とっても勉強になって、そして楽しい MV 撮影でした。本日の撮影者になります。お疲れ様でした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。初めての経験、初めての経験でたくさん深いなことあると思いましたが、次会う時までに成長した姿を見せれたらいいなと思うので、今後もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。たくさんの人がホワイトスコーピオのことを楽しみにしてくれてるのかなって想像ができるくらい、すごいたくさんの熱を撮影の現場からすごく感じました。今まではアイドルになれるっていうのが夢みたいな感じだったんですけれども、この撮影を通してそのプロ意識というか、本当にアイドルになるんだっていうのが自分の心の中でなんか変わった気がします。本当に現場の皆さんもすごい温かくて、メンバーもすごい優しかったのですごく安心しましたし、もっと今後も今日関わってくださった方々に成長した姿を見せれるように頑張りたいなと思いました。高井戸先生だったり秋元先生、我々運営の方で総合的に判断して確定しました。センターで少し不安な気持ちもあって、これから徐々にプレッシャーが大きくなると思います。はなちゃんがセンターということで、私たちみんなではなちゃんを支えていけたらいいなと思います。ハンナゼロからのピースとアリーも1で OK かな。振り付けがみんなちょこちょこ違うんで、これなんだっけって言ってもみんなあれ私違うみたいな感じになってたんで、すごい難しい。悔しいです。そう、私がダンスが未経験なんですけど、必死で食らいついていかなきゃっていう焦りだったり、アイドルとしてだったらまだ 0.1 点とかですね。頭の中がパンクしそうです。思い切れない。音がかかったらもう焦っちゃって全然。そうなんです。青です。誕生日おめでとう。はい、いきます。青誕生日おめでとう。大きいグループにできるように精一杯頑張ります。はい、頑張ります。
です。まさかっこいい、かっこいい。ナビやった、ピン。ラビです。全体的なエネルギーが足りてないなと思ったら止めます、はい、誰かが怠けてたりとか足りてないなっていうのがあったら問答病で止めて、もう一回頭から視線の銃弾に浮かれて、お客さんがいると思ってください。自分のために踊らない、人のために踊ってください、はい、集中してください。はい、はい、本当にいろいろたくさんのことがあった3ヶ月で、合格後すぐアーシャ撮影だったので、最初はどういうポーズとかなんかインタビューとかもあったので、何を喋ればいいのか全然わからなくて、あとお化粧とかすごい可愛くしてもらったりして、いろいろ初めてなことばっかりだったので、とても緊張しました。口の色とか、なんか初めてした色ですごいなって。黒はすごい。はい。どうですか、その時の自分と今の自分を比べて。なんかすごい顔が引きつってるし、すごい恥ずかしいです。この時よりかはお化粧とか自分でもよくするようになったし、これからも自分磨きを頑張りたいなと思います。はい、カットです。センターの重圧は感じます。少しだけ。すごいかっこよかったです。ありがとうございます。ファーストシングルのセンターを務めさせてもらっているのですが、最初は私でいいのかなとか、これからやっていけるかなとか不安な気持ちがたくさんあったんですけど、ダンスレッスンとかレコーディングとか MV 撮影とかやっていくうちに、こう自分に自信を持っていけるようになったので、自信がつきました。なので、これからも覚悟を決めてホワイトスコーピオの顔というか顔、そしてセンターを務めたいと思います。アリーちゃんにはすごい相談しやすいっていうのはあります。みんなの頼れるお姉ちゃんって感じの存在です。アリーちゃんがすぐ寝るので、寝顔を写真撮ったり動画でやってしたりしてます。
でも最近はなんかハンナを甘やかしすぎたらダメって言ってなんかすごい辛口になってきました。すごく寂しいです。ハンナはグループ最年少で14歳なんですけど、もうセンターで頑張ってて本当にすごいなって思って尊敬してます。でもやっぱりサビのこのこことかはみんな本当にめちゃくちゃ頑張って練習してたし、終盤多分あれも一番最後に撮ったんですよね、シーンとして。だからみんなのもうテンションも上がってる時に撮ったので、一番記憶に残ってるのはやっぱり一番最近の駅袋のイベントが一番印象に残ってて、やっぱりまなざしスナイパー皆さんの目の前で披露したのが初めてだったので、本当に多分みんな緊張してたと思うんですけど、すごくこの日のためにたくさん練習して頑張ってきたので、その成果は出せたかなと思うので、多分最高のパフォーマンスだったと思うんですけど、ここで満足せずにもっと、世界を目指すって言ってるからにはもっともっと練習して、パフォーマンスの、完成度をもっと上げていきたいなと思います。ありがとうございました。本当にたくさんの人が来てくださった時に、私やっとアイドルになれたんだなっていう実感ができた気がしました。この3ヶ月を振り返ると、辛いことも楽しいこともたくさん味わいました。私はすごく精神面でもパフォーマンス面でも結構心配をかけちゃうこととかがあったりしたんですけど、ホワイトスコーピオンのメンバーに支えてもらうことが多くて、これがホワイトスコーピオンという私の居場所なんだっていうことをすごく実感した3ヶ月間でした。11人のメンバーに選ばれたからには足を引っ張ってはいけないし、でもその思いが強い分すごく自分を追い詰めていて、ちょっとついていけなかったり、ちょっとダンス振り覚えられなかったっていうことがあったらすぐ思い詰めて泣いちゃったりしました。悔しいです。すごく私がダンスが未経験なんですけど、それで食らいついていかなきゃっていう焦りだったり、アイドルとしてだったらまだ 0.1 点とかですね。よみがえってきます、あの頃の記憶が。77点で歌と踊りがアイドルっていうものを作ると思うんですけど、その歌と踊りを心から楽しむことができるようになったことが点が上がった理由です。今まで人前で歌を歌ってても地区の小さなカラオケ大会ぐらいだったのですが、これからたくさんの人の前で歌うって考えたら今からすごく緊張してます。メンバーの雰囲気はわちゃわちゃするときは本当にうるさくて、もう動物園と同じぐらいです。でもみんなすごく大変なオーディションを乗り越えてきた分、肝がすごく据わってて、やるときはやるって感じで、チームワークはとてもいいと思います。ファンの方がいてくださるっていうのを考えて舞台に立てたかなって思ってます。はい、どうぞ。はい、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。はい、頑張れ。はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。はい、頑張れ、頑張れ。いってらっしゃい。
たち、ホワイトスコーピオンです。よろしくお願いしま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 す。チョコが大好きなチョコです。今から私が2つ質問をするので、大きな声でチョコって答えてください。いきます。好きなお菓子はチョコ。これからみんなを虜にするのはチョコ。ありがとうございます。今日は一緒に楽しんでいきましょう。お願いします。オーディションに受かってから一番楽しかったのはレコーディングですね。みんなで歌詞をしっかり読んで意味を理解してからレコーディングに向かいました。この先誰にも邪魔させないという歌詞がとっても好きで、1番と違って2番はすごく気持ちが爆発しているようなことがすごく伝わってくる歌詞なのでとっても好きです。その笑顔以外の表情のレパートリーは増えたかなとは思います。最近はその場その場に合った表情を少しずつできるようになってきたかなって思います。はい、得意な表情からお願いします。はい、はい、はい。OK。はい。うん。あ、それめっちゃ可愛い。可愛い。あ、いいじゃないですか。あ、かっこいいんじゃないですか。あ、そういう結果。どうしよっかな。カメラにですか。恥ずかしいな。いきます。はい。オーディション合格以降毎週東京に来てレッスンをして、とても大変だったんですけど、毎週末みんなに会えるのが本当に楽しみで、とても充実していました。最初の頃はみんなでいると楽しくて、ダンスレッスンでつい気が緩んで先生に怒られてしまうこともあったんですけど、デビューが近づくにつれてだんだんと切り替えもできるようになって、グループとして一段と強さが増したと思います。 MV 撮影に向けて絶対にダンスをあこちゃんとペアだからすごい合わせたので、 そこはちゃんとやったし、手の角度とかでも細かいところを合わせるようにしてました。同じバレエ習ってたから、同じような踊り方をしてるから、そこが一緒になったのかなって思ったりしてるので、バレエをちょっと残しつつ踊ってます。ダンスが真似しやサビのところとかとても真似しやすい作りになってるし、ライブで披露するときはサビの部分とかを一緒に踊っていただけると嬉しいです。MV 撮影で何回も同じところを撮って、夜になってきてだんだんみんなの顔が疲れ始めてた時に、ニコちゃんが頑張ろうねって言ってくれたから、みんなのテンションがとっても上がって、そこからみんな笑顔になってやる気が出たし、本当にニコちゃん頼りになるなって思いました。嬉しいですね、こういうこと言ってもらえるのは。なんだろうな、やっぱりメンバーもう私自身もホワイトスコーピオンとしてこういう MV を撮るのは初めてだったので、すごいどれだけ大変だったかはその時初めて自分がやってて分かったんですけど、少しでも私自身もこのグループの力になりたいって思いましたし、本当にいろんな方が関わってくださっていたので、いろんな方のためにも最後まで全力尽くして頑張りたいなって思ったので、みんなで頑張っていこうという気持ちも込めてまとめたりをさせていただいていました。ものすごく走ったりいろんなパートを踊ってるので、思った以上に汗かいて暑いです。大変ですけど、でもなんかやっぱりこれは最初しか出せない私たちの色だと思うんで、全力で最後までやりきります。印象に残っているのは、レコーディングです。レコーディングは初めてだったのもあったんですけど、眼差しスナイパーっていう私たちのデビュー曲なので、すごい気持ち的には高まってましたし、すごい魂を自分の中で最大限込めた楽曲だったので、すごく頑張りました。思ったより大人チックなモノトーンで攻めて、これから色がこのグループについていくんだなって思うとすごく楽しみです。
何ですかこれ私何喋ってたんですか。まだ私たちに色はついてなく真っ白なんじゃないかなって思います。目の前にいるファンの方一人一人に応援したいって思ってもらえることが大切だなって思います。ムードメーカーのナミですホワイトスコーピオンにはおっとり系もいればテンション高い子もいればちょっと変わってる子もいます。高弘先生がこの個性豊かなメンバーたちをどうやって一つにまとめるかみたいな話をしてくださったんですが、それぞれの個性を存分に出しながらもみんなのテンション感を合わせていけたらなと思います。壊れてしまったものからの三サビに行く部分がすごく好きです。壊れてしまったもの欠片を集めてみても、この通過詞を私たちホワイトスコーピオンが歌うからこそ出てくる良さがあるんじゃないかなと思いますし、最後まで飽きない曲だと思います。後半に向かって高揚感が増していくところが振りや歌詞に出ています。お客さんと一緒に楽しめて盛り上がれるような振りが入っているので、ライブで披露したらすごい一体感が出るんじゃないかなと思います。今日のためにみんなでたくさん練習してきて、その場に立つと全然レッスンの時と緊張感が違くてパニックになっちゃうので冷静に頑張りたいと思います。まあ、全て見てほしいんですけれども、高いところに登っているメンバーもいれば、こう下の方で踊っているメンバーもいるっていうシーンがあるんですけど、私は結構高いところにいてすごく細い道を歩いて踊るっていうところがあって、 MV で見たらそこがすごくかっこよく映っていたので注目してほしいところです。私のことどう思った音、私はバリスイトーよ。最後のこれがいいですね。この倒れた瞬間。まあ結構第一部の回は本当に緊張してたんですけど、そのパフォーマンスを見てどう思われるのかなとか、そういう不安はあったんですけど、いろんな方にかっこいいとか、すごい期待以上のパフォーマンスでしたとか、そういった嬉しいお言葉をたくさんいただけたので、もっともっといいパフォーマンスを見せたいっていう気持ちにもさせてくれました。苦戦したところはやっぱりこのジャケットのダンス、やっぱニュアンスが少しでも違うとずれて見えちゃうので、みんなで合わせるのが大変でした。たくさん練習をしたっていうのもあるんですけど、言いたいことがあったらすぐみんなで話し合いをするっていうのを大切にしてたので、まあ、そういうことからチーム感が生まれたんじゃないかなって思ってます。ももはすごい天真爛漫で明るくて、でもなんか儚いというか、なんか触ったら消えちゃいそうな女の子です。ももの秘密？ももは食べても食べてもお腹が空く人なので、なんかそういうお仕事とかレッスンでご飯を食べて、まあレッスンとかお仕事終わって一緒に帰りますってなった時に、あーお腹空いたって毎回言ってます。本人曰く
食べても食べてもお腹はずっとついてるし。もともと葵ちゃんはすごいなんかポジティブ思考なんですけど、その帰り道とかオーディション期間中はもう私は受かるはずがないって思っていたので、すごいネガティブになっちゃった時もその私に付き合ってくれて支えてくれました。デビューメンバーが決まって2日後とかにダンスレッスンで、やっぱりまだアイドルになる意識が足りてなかったりとかもして、それでも何回もそのダンスをやるっていう、踊り続けるみたいなちょっと スパルタレッスンがあったんですけど、戻って、はい、旅だ、大事なの旅、ここをしっかり弾けるでしょ、思ってる以上に大きく踊ってください、はい、はい、私をカメラだと思って引き込んでください、はい、はい、そのスパルタレッスンで、その次第になんかみんなアイドルの意識とかが芽生えてきて、それがあったおかげで MV とかいろんなダンスする場面を乗り切れたのかなって思います。いろいろな撮影ですごい経験したことがないことが多くて、ただがむしゃらに走るっていう感じで、自分がアイドルになるのかなみたいなのがそこまで実感が湧いてなかったんですけど、デビュー日を迎えてすごいいろんな方に祝ってもらえて、次第にデビューするんだなっていう実感が湧いてきたので、アイドルに興味ない方からもホワイトスコーピオン聞いたことあるとか、あのグループいいよねって言われるような存在になれるように、みんなで力を合わせて頑張っていきたいです。